こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお品書き、こちらになります。ようやくキッチンパネルはタイルの上から貼る。これ、ポイントなんですよね。後付けパネル工事が完成しました。ペコちゃん、おめでとうございます。山さん、こんにちは。キッチンパネル、今、終わりました。これで、無事にリフォーム、 本当に終了です。ありがとうございました。いえいえ、ペコちゃんからですね、実はリフォームを、まあ以前は実は終わったんですけれど、いただいた写真を見て、あれペコちゃん、それ、そう。このキッチンのパネル。おしゃれなセントロのオールステンレスキッチンなのに、タイルだけは、ちょっとこれ、工事すると、剥がしたり。 後期もかかるし、うん、大変ということで、残そうと思って残したんですが、実際仕上がるのを見たら、あらららら,ら、ら古いタイルとのバランスがやっちゃったということで、山さんこれ見たときに、この古いタイル、どうしても昭和感がという内容を見て、すぐに、いやいや、上からも貼れるから、もし隙間があるんだったら差し込みなんかも、えー 施工会社の方にご相談されたらいかがですかで、ステンレスだったらタイルの方がいいかなと思ったんです。いや、ステンレスにやるんだったら、例えばステンレスプラス、まあ、ナチュラル系、マテリアルビックスみたいな感じで木目調とか、もしくはマット調なんかもいいですよね。ということで、アイカのキッチンパネルをご紹介させていただきました。リフォームは、パネルはタイルの上から、これが正解です。 そんなに後期、これによって変わりませんからね。剥がすと思うと、結構大変なのかなって思う方、昔からいらっしゃいます。逆にタイルの上から貼ると、えぇ、ー、剥がさないの剥がすと思ってたのに、ちょっと待って、タイル吹くっていう方もいらっしゃいます。標準工事としてはタイルの上からキッチンパネル、なんですが、なんですが、実際タイルをこう両サイド、壁、 コンロ側、カーは貼ると、それぞれ内側に増えるじゃないですか、寸法。で、元々は、あなたの今、ご自宅見てください。この壁とカウンターの間にコーキングと呼ばれる、まあ、白い、もう劣化して黄色くなってるかもしれないんですが、ゴム系のもの打ってあると思うんですが、このコーキングの部分が、まあ、もう少し細くなるような感じ。これがまあ、元々のクリアランスをキッチンパネルが入ることで、よりスッキリするんですけど、いやいや、うちギリギリなの。コーキングも細いの。 そんな時はタイル剥がさないと入らないかもしれません。この二つありますね。有効寸法によって変わってきます。ですので、タイル剥がしになるとね、実際にはちょっと後期的なところ、えー、さらには、えー、実際にお値段なんかも変わってくるかもしれませんね。で、行きましょう。さらに問題は、タイル残しの方ってガスコック残っちゃうんですよ。そうですよ。もう、昔はですね、ここにガスコックコンロ横にあって、炊飯器なんか、 山さんの実家の奈良も、こちらの方で、こう、ご飯を炊いてたんですけど、今はもう電気式じゃないですか。ということで、ガスの炊飯器の名残が、この築40年ぐらいだとあるわけなんですけれども、このガスコック、キッチンパネルを剥がす、えー、貼る場合であれば、えー、上から貼るので隠れるんで、ガスコック外しちゃうんです。それから、コンセントなんかも古いまんま、今回は残ってたので、この辺もちょっと綺麗にしたいな、ということで、 今回、ペコちゃん、キッチンバテルの後張り、無事できたんでしょうか写真送っていただいたんです。ドンあれちょっと前のやつ見ていいですか前、これですよね。こんなこと山さんやってますが。あらあらドン見違えるようですよね、これ。雰囲気的に横の壁もおしゃれ いやー、雰囲気変わった変わった。めちゃくちゃ変わりましたね。そして出窓の中も綺麗に、これ見切りもね、こういった中で綺麗に出ているところ、こういった収まりになるんです。素敵あら、ガスコックなくなってるじゃないですか。コンセントどうなったんでしょうか。やっぱりステンレスのこういったおしゃれなセントロのキッチンだからこそ、高級感があるものは光らせるなということで壁はマットなパネル入るんです。 あ、コンセント左側にありますね、窓の下。ということで、壁のところのガスコック、コンセント、そして古い昭和感のタイルも後付けでもこちらの方、OK でした。おめでとうございます。やっぱこれおしゃれですね、このパネル。どこの品番でしょうか。ガスコンロ横の、えー、コンセント、ガスコック、こちらの方もなくなりすっきり。そうですね。あれもこれも山さんのアドバイスなかったらできなかったことです。いやいや、後付け工事で、ちょっと工事加算されたのが。 ありましたね。ということで、こういった形でスッキリした 内容愛かのこの品番知りたかった。FDJ802ZN もしご興味ある方、こちらの方。まあ、今回のようにキッチンの工事タイルだけとして後付けで貼るよりもですね、もともとタイルの上から一緒に工事される方が山さんはおすすめなんで、中にやっぱいらっしゃるんですよ。タイル残そうかなと思ってる方、タイルは残さない方がいいと思うまです。で、逆にやるんだったら今風のおしゃれなタイル貼るのはこれはステンレスカウンターでもおしゃれ。なので、昔のタイルを残していいのはもうよっぽど高級 もうこのタイルはめちゃおしゃれとか気に入ってるなんて言った時これはありだと思うんですよねただまあ別に残しとこうかなってあいに考える時にその昭和感残らないかえそういったことってとっても重要だと思いますということでちなみにですけどこのパネルね実は こういった縦柄なんですよ。それ横使いにして。で、なぜかというと、これ横使いにしないと、コンロのところでライン、幅が90センチのところでライン張る。じゃあ、ここにコーキング打つ。いやだということで横使いした。これ全然ありなんですよ。この柄をですね、縦柄推奨ってなってるんですが、それを選ぶのはあなたということで、コンロの前も継ぎ目が入らないように横張りしました。正解。これもよくあるあるです。 いい公務店、えー、紹介されてますね以前の動画でこちらの方のペコちゃんのキッチンの35年前のキッチンこちらやっちまったまさにタイルがそういった内容だったんですが今回解消されましたということで本日のまとめいきたいと思いますまず1つ目キッチンパネルの施工はタイルの上からこれが標準ですねそして2つ目有効寸法 コンロとシンクはそれぞれの壁のとこ、有効寸法がない場合は、キッチンバネルを貼ると、カウンターを、えー、特殊品で縮めるということになりますので、剥がすことが優先されることもあります。三つ目、コンセント、ガスコック、それぞれ、特にガスコックですよね。これをなくすことができます。コンセントも新しくできちゃいますね。四つ目、縦。 横、こういった使い方、どっちでするのか選べます。別に、縦に使えないと貼れないとか、横に使えないと貼れないじゃなくて、メーカーとして、これが縦使い推奨ですよ。横使い推奨ですよ。そんな感じで思ってもらったらいいんじゃないでしょうか。最後が、マット調、高級感のある仕上がりになる、今最近のキッチントレンドです。アイカの方で、結構おしゃれな、出てるんですよ。 LINE 登録で定期的にプレゼントを配信してます。ぜひ、ヤマさんのこちら QR コードからこちらおすすめするこの特選動画プレゼント中です。そして、え概要欄の方にこちら LINE 公式の方のえ URL 貼っておきます。そちらポチッとしてみてください。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。行きましょうせーの、必ずできるいってらっしゃい